皆さんこんにちは。痛み止まり11月5日号です。念天の言葉談義、動物俳句の森のお知らせです。11月の17日から12月の24日まで、柿森文庫開催の冬季特別展、動物俳句の森を楽しむために、初日であります11月17日の土曜日午後2時から柿森文庫で念天の言葉談義、動物俳句の森を開催します。痛み大使で柿森文庫理事長の坪内念天さんと、痛み大使でパーソナリティの道上陽三さんが、人、動物、言葉をテーマに対談します。対象定員は高校生以上の100人です。受講料は当日の観覧券付きで、一般が1500円、高校生大学生が1000円となっています。お申し込みは電話でお願いします。柿森文庫の電話番号です。072-782-0244、 782-0244 です。先着順となっていますので、どうぞお早めに。それでは今週の痛みだより姿勢情報から始めてまいりましょう。続いては姿勢情報です。担当は藤井加奈子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。秋は楽しみが増える季節、食欲の秋、スポーツの秋、そして文化芸術の秋でもあります。今回は伊丹市の言葉文化に親しんでもらおうと、柿森文庫へ行ってきました。江戸時代、酒造りで栄えた伊丹は、その財力を生かしてさまざまな芸能や文化の発展にも貢献してきました。そんな中、特に人々の間で親しまれてきたのが、レンガや和歌、俳諧といった言葉を使った文化です。今回はそんな伊丹の言葉文化の歴史を今に伝え支えている柿森文庫をご紹介します。お話をお伺いするのは柿森文庫岡田館長です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。まずは柿森文庫の柿森っていう名前なんですが、どういった由来があるんですか？はい、柿森文庫の柿森というのは、こちらの資料を収集いたしました岡田利平の号で、柿を守るという意味がございます。岡田家は江戸時代から酒造業を営んでおりましたけれども、その庭に柿の名木がございました。その、柿についてお話しますと、江戸時代の伊丹っていうのは酒造業で非常に豊かな町だったんですけれども、各地からお酒の香りと文化の香りに惹かれて、いろんな文人墨客がやってまいりました。で、第三陽という監視人がおりましたけれど、彼は非常にお酒が好きな方だったので、伊丹の町を時々訪れているんですけれども、その文政12年という時に、秋に伊丹へ参りました時に、酒造館のところへ泊まりまして、宴席がございましたが、その後で岡田家の柿を食べて非常に美味しいというので、その時の感想を詩文にしたためたんですね。で、そういう文人墨客たちがめでた柿を守るという意味が込められています。その柿っていうんですが、この台柿というふうにこちらでは言っておりまして、ここよく見ていただいたら、こういう台がついていて、はい、でこれをこう下にしますと、この台の上に柿が乗っているというような形で、台柿、台柿というふうに申しております。で、初代の台柿は枯れてしまったんですけれども、それから接ぎ木をしまして、2代3代という柿が今ちょうど庭の方にたくさん実っております。それでは岡田利平さんとはどんな方だったんですか？岡田利平は酒造家の22代目の当主として、伊丹のもう まさにここで生まれたんですけれども、自身も伊丹とは非常にゆかりが深くて、伊丹町長、伊丹市長も務めましたし、一番初めの名誉市民でもありました。で、一方で廃文学者として、いろいろと研究をいたしますのに、京都大学を出てるんですけれども、実物主義で実際のものを集めなければということで、収集しました資料が柿森文庫に収蔵されています。どんな作品や資料が所蔵されているんですか？はい、
主に俳諧俳句の資料なんですけれども、中世の連歌から始まって近世の俳諧、それから近現代の俳句の資料まで、それらを通しでご覧になることができるっていう資料館は日本でもここだけだと思います。で、中でも、岡田李平が一番初めに集めた資料は鬼面の短冊でして、岡田李平の先祖が鬼面の友達がいたんですね。それでその人宛に書いた鬼面の手紙ですとか、いろいろな作品もございますし、そして実際それとともに、芭蕉の資料も随分集めました。で、芭蕉の筆跡という本で文部大臣賞をいただいておりますけれど、そういうことで柿森文庫の方には、鬼面の作品、芭蕉の作品、もうそれが大きな研究テーマであったわけですけれども、それ以外にも随分たくさんの方々の作品が収蔵しております。具体的にどんな作品が所蔵されているんですか？そうですね、例えば鬼面のものですと、にょっぽりと秋の空なる富士の山という鬼面の代表作品があるんですが、にょっぽりと秋の空なるっていう、普通はそれまでは秋っていうのはなんかわびしいっていう風な呼び方をしたんですが、そうではなくって、秋の空にものっぽり高いという、そういう自由な大胆の呼び取りっていうのも痛み風の特徴になっていますね。芭蕉の作品で言いますと、古池や河津飛び込む水の音と、芭蕉が実際に書いた短冊なんかも柿森文庫の方に収蔵しております。小学校で習った、はい、松尾芭蕉の古池屋の直筆が実際に展示されているんですね。はい、そうなんですよね。岡田李平は芭蕉筆跡学の礎を築いたということで、非常にたくさんの芭蕉の資料を直筆を集めたので、そういうふうに言われまして、柿森文庫もまた芭蕉研究の拠点になっております。まさに松尾芭蕉の作品や研究の資料の多くがここ柿森文庫に残っているっていうことなんですね。はい、そういうことです。そして現在柿森文庫で開かれているのは特別展芭蕉の手紙です。江戸時代前期、数々の名句名作を残した俳人松尾芭蕉。芭蕉の作品は今なお私たちの心を捉え、多くの人に読み継がれています。そして今年、芭蕉が女性に宛てて書いた手紙が見つかりました。今回の展示は新たに見つかった手紙を中心に、芭蕉を読み取る楽しみを感じてもらおうと企画されました。それでは続いて柿森文庫理事長坪内念天さんにお話を伺いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは今回の特別展、はい、芭蕉の手紙の見どころを教えてください。芭蕉が自分で書いた手紙そのもの、つまり直筆って言うんですけど、それを見てほしいんです。そしたらね、読めないなと思うと、字が江戸時代の人って字を崩すんです。だけど江戸時代の人はみんな読めたんだけど、今の私たちはね、パッと読めないんですよ。で、芭蕉の手紙もほとんど読めないんです。で、江戸時代の人の手紙は読めないなっていうのをまず実感してほしいなと思うんですね。だけどよく眺めてみたら、手紙によって字体が違ったりね、漢字が多かったりひらがなが多かったりするんですよ、相手によってね。男に当てるときはいわゆる漢字が多くて、漢字って男文字とか言われてね、男用だったでしょ。で、ひらがなは女文字で女性用だから、女性に当てるときはおのずとひらがなが多くなった。そういうふうに本物の芭蕉の手紙の面白さ、そういうものを見る感動みたいなのを味わってもらいたい。本物に触れるってことです。はい、今度その柿森文庫のね、スタッフがね、こういう面白いもの作ったんです。これはね、はい、50音なんですけどね、これ全部芭蕉の字なんです。ここに展示されてる芭蕉の字から拾ってきたんです。じゃあこれを持ちながら作品と見比べるのも楽しみの一つですか？そうです。で、芭蕉のね、一番有名なことで、古池や河津飛び込む水の音ってあるでしょ。これは複製ですけど、それでね、この表を使って、この一番上の字は風だっていうのを見当つきますよね。はい。で、これで風を見るんです。ほらほら、同じでしょ。ね、本当ですね。で、ルーこれなんです。で、ルーはこれなんです。これ同じでしょ。で、これがルーなんだ。
フール、これは池ですか、漢字ですけど、ほら、これ分かるでしょ。分かりやすいですし、こうやって見つけていくと楽しいですね。今回の特別展芭蕉の手紙の後はどんな展示が行われるんですか。もうすぐ次の展示が始まるんですけどね、11月の17日から動物俳句の森っていう展覧会があるんですね。これも題から想像できますよね。あの俳句に登場した動物、それは絵に描かれたものとか俳句に読まれたもの、それからね、実は剥製なんですけどね、ツキノワグマとかキツネとかタヌキも来るんですよ。そういうものも一緒に並んで、ま、この柿森文庫がね、動物園になるんですよ。だからあの子どもたちも楽しめますから、例えば放課後とかね、土曜日曜は小学生や中学生やあるいは幼稚園の子どもでもきっと楽しめると思うから来てほしいなと思います。では最後に、今後の柿森文庫についてどんな施設にしていこうとお考えですか。あのね、もうはっきりしてるんですけどね、市民の一人一人が我が町に柿森文庫があることが誇りだっていう施設になりたいんですよ。そのためには皆さんがしばしば来ていただいて、それで先のような芭蕉のね、直筆に触れたり、もっと楽しみ方は実はいっぱいあると思うので、市民の一人一人が何回かやってきてね、ああそっか、我が町には柿森文庫があるんだっていうのが自慢になる施設にしたいんです。柿森文庫には貴重な作品や資料がたくさん集められています。日本の言葉文化や歴史を学ぶにもおすすめです。ぜひ一度足をお運びください。坪内さん、ありがとうございました。今回は柿森文庫の話題でした。伊丹が誇る言葉文化の拠点となっています。今の季節は大柿が実っているということですので、中庭の大柿を見に行くのもちょうどいい季節ですね。本当そうですね。松尾芭蕉をはじめ、与謝蕪村、小林一茶など学校の教科書にも取り上げられている有名な人物、有名な作品に出会えます。JR や阪急伊丹駅からも歩いていけますので、ぜひお立ち寄りください。市政情報担当は藤井加奈子さんでした。ありがとうございました。